お、久保決めたのプレスハマってバックパス狙ってた久保みたいな感じでしたね。もうミリターンやらかした。そうだな、このセンターバック間開いてキーパーとビルドアップするみたいなのね。素晴らしいですね。狙ってたね、久保。シャイニングビザードみたいな決め方しましたね。まず久保の話ですね。久保のさ、 カットイン100点じゃなかった。<laughs> もうさ、カットインで検索したらさ、カットインシュートで検索したら出てくるみたいなカットインシュートだったよね。6ペンみたいなさ。ほんとなんか、そう、完全に6ペンみたいな。で、やっぱり、あのね、当たり前なんだけど、やっぱこれ難しいのが、ほんとあの、 久保のさ、よかったらハイライト皆さんも検索したら一発で出てくるでしょ今だったら。あのシーン見てほしいんだけど、マジで顔下がってないのよ。もうボールの軌道が分かって足のとこ来るってなったらその瞬間からもう顔を上げてて、ボール止める瞬間ぐらいは関節シェアで見てんのかなでも本当にボール見ないの。で、あれ、相手が寄せてきたり、側対、あの、整体してない方の相手が寄せてきたりとかしたら、 ボール扱いぶれるからボール見なきゃいけなくなんだけどマジであのシーン見てあのドリブルで本当にボール見てないからそう久保に対して評価低いかね日本人って日本人ってちょっと集合でかすぎてそれ厳しいねそれをちゃんと取り上げだってさメディアでの取り上げられ方とかで言うとさ日本人の久保への評価別に低くないですよただツイッターとかで言ってる人たちがなんかこう久保に何か言ったりとかしてそれがもう全部日本人って確認するとさっき言った YouTuber って言ってもいろんな人がいるとか サッカー選手って言ってもいいろんんな人がいるわけじゃん、うん、だから守護でかすぎるとちょっとそこはなんかちゃんとした話ができないですねなんかこうあの何ていうのかなこう上げ足を取られやすい極論しか話せなくなりますね。